おお、あの時の旦那じゃねえか。アシナの城では世話になったな。俺はここでしばらく居候さ。仕入れたネタの整理も必要だからな。旦那になら商いもするぜ。どうだい。ああ、情報以外の品のことか。昔の手癖でな、つい集めっちまうのさ。供養供養が嫌になって一味も抜けたが、死体を見るとやっぱり放っておけなくてな。それにまあ品に寄せんもないだろう。ああ、旦那、アシナの城に行くのなら注意しろよ。おかしな奴らがいよいよ大量に入り込んでいやがる。ナイフがため、アシナ一心は怖いが、いい加減しびれも切れてきたってとこだろうさ。そろそろアシナも潮時かね。じゃあな、旦那。埃がひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい、不思議りならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り、先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど、確かに流因の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは？花だな。花とは？まずはこれを。これはタケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。このアシナを貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の香の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど、ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに。城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。そういえば、そこにある人の形が書いてある扉じゃが、一心様が忍びの抜け道と呼んでらっしゃった。どういったものか司祭はわからぬが、忍びの名がつくものだ。そなたならば使えるのではないか。おう、狼よ、新たな手がかりを見つけたぞ。石じゃ。石とは？これを見てくれ。これは源の香を求めた者が記した書物じゃ。香気を放つ石が祀られた村があるそうだ。うん、どうした狼？ん？
そなたの持っておるその妙な形の石、もしや源の香の石か。は、この石、何やら祀られておりました。おお、それは書物に記されていた通りだな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ、それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の光輝をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。ああそうだ、私の方も調べが進んだぞ。新たに必要な香が分かった。それは流陰の巫女の血、つまり私の血だ。九郎様の血ですが、それは流れぬはず。ああ、流陰の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室で武尊様の故障の手記を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。さて、我が血を流す術、いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。クスシならば人の体に明るいか。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。一心様とも会われたようですね。礼を言われた源一郎殿を斬ったことへ。そうですか、源一郎殿。まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えについては聞いた。して共に伏し立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助けかたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クスシとして助けとなりましょう。改正の力は九郎様の流陰の巫女の力と言われています。改正の力を与えられた者は死してなお蘇る。幾度でもまた変わったことがあれば知らせてください。改正の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。この瓢箪、お主が作ったというのか。はい、元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クスシとしての助けとは。
ひょうたんの種をお持ちください。種だと？はい。薬水はひょうたんの種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。ではまた。ご供養いかがかね。死者たちにご冥福あれ。
なたはそのような場所に何用ですか。ああ、もしや忍びのお方でしょうか。明かせぬのですね。ならば互いに関わらぬがよろしいでしょう。なぜ助けてくる。
そこの御神、この千宝寺は今や御仏の教えより外れたが、皆そうであることを捨て死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方が良いでしょう。それでももしこの千宝寺に入る理由があるのならば、止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。この千宝寺に入る、ただどうか。それでも進まれるのですね。せめて私たちはあなたのご無事をお祈りしましょう。置いていかれてしもうた。みんな小太郎を置いてどこへ行ったんじゃ。おらどうすればいいんじゃろう。なぜ泣いている。みんなに置いていかれてしもうたんじゃ。みんなとは。みんなはあれ誰じゃ。くるくる回る赤白いお花、たった一輪真白いお花、真白いお花が見当たらない。なんだと。頭が痛え。すまねえ、あんた何を言っているのかオラにもわけがわからねえんだ。とにかく真っ白いお花を探さなきゃ。
火垣はの二つあるぞえ。一つは生垣、一つは干し垣。あっちじゃ。生垣はあっちじゃ。駆け越えて穴くぐり、生ガキもいでくれようぞ。生ガキ、どういうことだ。え、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならば、お米を恵んでくだされよ。米だ。おお、おお、まさしく巫女様のお米。ありがたや、ありがたや。お告げを頼む。あん、生ガキを欲するならば、たこ揚げ、くぐつ回しで、たこ揚げ、くぐつ回しとは、一体。
極意をいかがかね。こんなところにも師匠もあるところ、また供養しゅうあり。仏を忘ればまた弔いもなきゆえにな。さあご供養していきなされ。死者があるところ、また供養しゅうあり。いずこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。の墓だ。そうか。ガキがいなくなった後、何やら急にラッパの人が面倒になってな。オチの試しだ、人さらいだ、黒笠の責務だ。この寺は何もかも面倒くせえ。だから抜けたか。ああ、さてと、これで野暮用は済んだ。他に当てもねえし、アシナの城にでも戻るとするかね。どこだろうが、この寺よりはマシってもんだ。さてと、ぼちぼち、ああ、分かってるかもしれねえが、アシナは今随分気なくせえことになってる。やってくるネズミの数も尋常じゃねえ、うん、おめえも気をつけな。さてと、ぼち、ああ、わか、アシナは、いや、うん、おめえ、
我が息子のため、その刀置いて行け。できぬ、愚かなり。刃の復讐には通じぬ。なぜそれを解散する。